秘密歩道絶対反逆強行採決絶対反対秘密歩道絶対反逆もう秘密法だから絶対ね困る。何が一番困りますか？戦争だね。僕は戦争の経験ありますから、うん、絶対秘密保護法反対人の口を塞ぐっていうね、人の知る権利を脅かすこういうのは絶対反対です。戦争への道、私たちもうじっとしておられない思いで声を上げています。まあ、思ったことが言えなくなる社会というものをね、あの表現の自由ですよね、これがなくなったらもう命を奪われるのと同じなわけですよね。132でただいま可決されました。大臣バカだね。ただし可決は無効の差し物で、奴らの手続きもどき、これに乗っ取ったとしてもこの法律は違法な法ですよ。